これね、慣れると超使いやすいよ。めちゃめちゃ作業がね 30% ぐらい早くなった気がしますね。はい、どうもダイキングです。今日も動画見ていただきありがとうございます。はい、本日はですね、ワイヤレスマウスのご紹介なんですけども、僕がね、最近買った最強のね、マウスといわれる Bluetooth マウスですね。ロジクールのですね、MX エラーゴっていうのがね、ワイヤレス、トラックボールっていうね、ちょっとね、くるくるさしてやるタイプのマウスなんですけども、結構ですね、動画編集とか、ブログもやってるので、まあ、工数をね、減らすという、工数というか、その、手間がね、すごいかかるんですよ。動画編集やったことある方だとわかると思うんですけども、編集がね、めちゃめちゃ大変。なんで YouTuber めちゃめちゃ尊敬してます。ちょっとね、実際にこちら使いながらね、どういう製品かっていうのをご紹介していきたいと思います。はい、こちらがね、MX エラーゴ、ロジクールですね。結構ね、グリップ感良くて、こう、収まりのいいデザインというか、面白いですよね。ここでマウスをいじる感じですね。はい。で、一般的なマウスだと、こう動かすんですけど、その必要が、一切ないっていうの。こう、後でね、ちょっとデモしますけど。で、ボタンがね、ここら辺にいっぱいついてて、ここに実はですね、ショートカットキーがいろいろ設定できます。割とね、大きさは大きいかもしれないな、思ったより。こう、ごついっちゃごつい。で、触り心地は結構ね、マットな感じで、ゲーミング PC とかね、そういうのに合いそうなデザインですけど、で、横にもね、ボタンがあります。で、後ろ、これでね、ちょっと後ろはゴムっぽい。ゴムっていうかなんだろうな、これ。まあ、サラサラした MX エラーゴって書いてあるね。かっこいいな、これ。ここ、電源ボタンですね。で、一応、給電式で、ここに、マイクロ USB で、これあるんで、マイクロ USB で給電します。一応レシーバーもまあついてるんですけども、まあ Bluetooth で普通に通信できるので、まあ基本的にこれ不要かな。で、これちょっと面白いのがですね、角度の調整ができて、これ取れるんですよ、実は。すごいでしょ、これ。これ磁石になってて、ひっつくんですよ、こう。角度調整が2段できて、で、押すとこうなるんですよ。お、わかるかな。ここで見ると分かりやすいんですけども、こう。これ、まあ、角度0の状態ですね。まあ、動かさないからあれか。で、ちょっと、これをね、押すとね、こう。でも固定されてるんで、このまま使えるんですよ。キーの押した感じはこんな音ですね。綺麗な音。こういうね、角度調節できるのが結構強みかな。これで、ね、意外と20度なんですけど、やりやすい、めちゃめちゃ。なしだと、こう。動かさなくていいので、操作感的には、ヒュンヒュンヒュンって。で、ホイールでですね、ここのホイールで、こう上下に動かして使います。こう動かさないのがね、やっぱり、なんていう、普通こうやるから、どこでもね、膝とか全然、置いてとか使えるんで、これね、なかなかいいんですよね。最初ね、ちょっとやりづらいこともあるんですけど、慣れるとかなり、やりやすいですね。で、これ実はね、ショートカットキーをですね、設定することができるんですけども、例えばここの文字をね、コピーしたいみたいな時ですね。と、まあ普通だとね、こう選んで、まあ、コマンド C するみたいな、なんですけど、僕の場合、こっちにですね、動いてるんですよ。編集のところが。これでもコピーされてるんですね。こういう動作で、カチッと。超わかりづらいけど、これ。横にやる感じ。これでコピーされてるんで、で、こう押すとね、僕はミッションコントロールこう、普通だとこうですね。3本指で Mac だとこういう感じで立ち上がるんですけども、これ立ち上がるんで、戻して、ペースト。はい。普通の場合、ペーストだとコマンド V ですね。コマンド V 押すと貼れるんですけども、これエラーゴの場合だと、この動作、横にする動作で、はい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 、みたいな感じで、要するにコマンドをね、一瞬でこう好きなやつをね、入れれるんですよ。これがね、めちゃめちゃ便利。動画編集で応用して使ってるんですけども、動画編集のね、場合でね、使ってるんですけど、ファイナルカットプロの画面なんですけども、こういうね、カットしたい時って、カットをね、いらない場所をこう、区切って、カットするっていう作業があるんですけども、コマンド B 押すと、ラインが入ったんですよ。入ったけど、これかな。ここにね、ラインが入ったんですけども。で、またこの、
いらない部分選択して、あとコマンド B してトラックパッドだとここで選択してデリートして消すみたいな作業なんですけども、これがねエラー号やるとねめちゃめちゃ簡単にできて、ここねアプリごとに、ね、設定できるんで、ここにねショートカットボタン入ってるんで、もうこれ有名、おーちょっと行き過ぎたけど、でまたここで、あ、間違えた、この動作でカット登録してあるんで、また選択して、で右側でデリートですね、これで一瞬でできるんだよね。でここはコマンド Z 入ってるんで、要するに戻れる。それだとやっぱコマンド C とか、まあ、B とかコマンド Z とかで、まあこれ動画編集に限らずですけど、まあ、Excel とかね、いろんなソフトでコマンドは自分の好きなようにね設定することができるんで、かなりこれね慣れると超使いやすいよ。めちゃめちゃ作業がね 30% ぐらい早くなった気がしますね。はい、この EX エラー号のどうやってねそのショートカットボタンを設定しているかっていうとですね、エラー号オプションズっていうこのアプリがあって、あ、ロジオプションズか、設定で123456箇所か、6個自分の好きなボタン入れれるんで、アプリケーションをねそれぞれこれで揃えて、あとファイナルカットプロで、ここが例えば、コマンド B ですね。ブレードボタン、まあ、デリートボタン。これ何してたかな？あ、スペースとかね。こういう感じで、まあ、コマンド VZ とか戻るやつですね。っていう風な設定ですね。これなんか、そのアプリケーションをいろいろ追加して、設定できるっていう。まあ、その他押せばね、いろいろできるんですけども、ここちなみに押すとかなりね、ゆっくりした動作になるんですよね。あれどこ行ってた？はい。かなりこう、ゆっくりした動作。結構回してるんだけど、ゆっくりした動作になります。で、まあ実際に設定するとしたら、例えばここをクリックして、まあいろいろあるんですけどね。ファインダーとかウェブページをこうやって開くようにするとか、トラックボールの感度とかね。まあキーストロークの割り当て。で、なんかこういう、例えば、なんだろうな、コマンド。コピーをねここに登録したいってしたらコマンド C って押すとですね、これでもう登録されるんで超簡単でしょ。これでもう使えるようになりますからね。これ例えば戻るともうここがコマンド C、 2個になっちゃったけど、コマンド C コマンド C っていう感じで、これはね非常にいいですよ。最高。あとポインターのスピードとかね、これですねとか、スクロールの感度、こういう縦のね動きのスクロール方向とかね、なんかあるかなと。あとなんかこの Windows とか OS とかもね関係なくて、コンピューターの間こう2台あったら、例えばこうシームレスに入れ替えできたりとか、これが非常にいいですね。いろんな場所で使えるし。はい、いかがだったでしょうか。ロジクール EXL 号、僕もちょっと今最近動画編集で使ってるんですけども、やっぱねショートカットがねめちゃめちゃ効くね。あとトラックボール、このくるくる回すやつがかなりね気持ちいいって気持ち悪いけど、なので慣れると最初ねやっぱちょっと変な感覚なんですけど、慣れるとねかなり使いやすいですね。感度も速いね、高くするとかなり高速に動かせるんで、まあ緻密にするモードとかもあったりしてね、あーいいよ。はい、特に動画編集する方とかですね、あと Excel とかね、なんかそういうちょっと分かんないけど、まあコピー&ペーストもそうだし、そういうコマンドの、ね、キーをねよく、こういつも使うなみたいなやつは登録しておくとすぐ使えるんで、マウスね普段特に僕もねそんな使う派じゃなかったんで、マウスねぜひ導入してみてはいかがでしょうか。在宅ワークが自宅での作業効率に、はい、ということで僕はこういったガジェットなど紹介しているガジェットブロガーをやってますので、はい、でこちらのチャンネルですね、こういったガジェットとかですね、生活の質とかね効率を上げるようなガジェット、もの家電などを紹介していってますので、こちらの動画ねもし参考になったとか役に立ったなと思った方はチャンネル登録、またグッドボタンですね、とコメントとかもお待ちしておりますので、ぜひお願いいたします。本日もダイキングの動画、最後までね、ご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。いやー、最高だよ。